こんにちは。こんにちは。ハミルトンです。アチョリです。今日はですね、アップバンクゲーム祭りボリューム3の、こちら天下統一恋の乱ラブバラッドのコーナーの企画発表でございます。イエイ。なんだ。多分一番なすと思う。すごいぞ。今までにない初めての恋ゲーがゲーム祭りにやってまいりました。すごい。どんなゲームかっていうのを今回はこちらの、はい、告知動画で紹介して、でその当日どんな企画をやるのかっていうのを発表したいと思います。では行きますよ。はい、スタート。お、死ぬまで俺に使えろ。なんとこの武将たちと恋愛をします。すごい、すごい。二人の武将に愛されてしまった悲劇。そう、織田信長、信長様と、うわあ、明智光秀。やべえ。おーおーおー、炎じゃな。おーおーおーおお。あ、そういうのが原因だったのか。そっかそっか。私だった。原因私だったわ。すごい。というわけで。今回はですね、この天下統一恋の乱ラブバラッドを、やっていきたいと思うんですが、はい、今回この、告知動画ではですね、プロローグと題しまして、どの武将と恋をするのか、プロローグでこうキャラ、どんなキャラが出てくるのかを見た後決めれるんですよ。あ、いっぱいいる。いっぱいいる。いっぱい戦国武将が出てくるんですね。いっぱいいます。なるほど。そんなわけでちょっと今すぐ恋を始めるを押してみましょうか。はい、序章。お、来た。ここから物語は始まります。はい、行ってきます。仕出し料理を包んだ風呂敷を持ち小料理屋でお出る。まあ、私、この主人公、自分は小料理屋の町娘です。あ、そんな町娘がどうやってこの武将たちと出会うのか、って恋に落ちるのか。そう。信長がまた戦を、ああ、そう、お父さんがね、戦で死んじゃって、時は戦国、各国の優雅今もすでにそうだった。オスじゃないよ。まあ読めるけどね。そうなんです。こんな時代がいつまで続くんだろう、お父さんがね5年前に死んじゃいまして、ただ今日もね頑張ってお店をねやっていかないと。その瞬間、ドン、危ねえじゃねえか。あ、子供がね、子供がなんかやからにぶつかっちゃったみたいですね。酔っ払いか。待て。なんか来た。声超かっこいい。かっこいい。行けば来た。もう一度聞く。もう一度聞こう。いやー、待つ。待つ。後ろから低い声が響いてきた。おお。信長様。あ、これまだまこの時分かってない。この方信長様です。すごい開いてた。すごい開いてたよ、ここ。うん。あの大旗、終わりの信長じゃねえか。この男が、男が女子供に手を挙げると恥さらしが。かっこいい。超かっこいい。かっこいい。確かに威圧感半端ない。酔っ払いが土下座を。申し訳ありません、始末しておけ。おお。明智光秀様もいらっしゃるのかな。お、来た。かっこいい。光秀様喋らないかな。顔を上げてください。優しい。優しい。穏やかだ。もう一度聞く。顔を上げてください。明日まではこの町に近づかないことです。ああ、生徒どうって感じですね。殺さないんだね。二度目はありません。いいですね。かっこいい。こんな感じでこうね、武将たちが一人ずつ登場していくっていう
のがこの序章ですね、うん、あでボイスも聞けつつ、ボイスのこの声優さんがすごい豪華です、うん、私そんな詳しくないけど、うんうんうん、いろんなアニメで聞いたことある。お待たせしました、仕出しに参りました。あれ仕出し先の料亭に到着するも、何やら台所がいつもより慌ただしく、従業員の顔つきも余裕がない。おこれはもしや、もしや、もしや、おお武将が来てるらしい。誰が来てるんだ、誰誰誰誰誰誰だ、うん、まあね、さあ早く出てこい。あ、おかみさんに、あ、手伝ってくれてね、うん、人手が足りない、手伝いましょう、わかりました。序章はね5分の1で、え、もう1話見よう、うん、あの多分5話あって、あ押しちゃった、5話あってそれぞれに2人ずつ出てくる、うーん、あ計10人かないるのか、多分じゃあ、うん、それは2話目に出てくるのは、え超イケメン、超イケメンっていうかこの声すげえ、かわいい、え待って待って待って、もう一回、あの部屋のお料理ですか、そうですそうです聞いたことある、えなんか出てこない、ここまで、ね、よくよ く, よく聞く、耳にするイケボ、この武将は、そうです、ちょうどよかった、優しい笑顔、え超かっこいい、一つ食べてもらえますか、お食べてもらえますか、ちょうどよかった、これもう一回聞いてる、ほう、男性は何を思ったのか、私が持っている膳から煮物をつまんで私の口元へ持ってくる、あんですか、あんですか、あんですか、戸惑うも両手がさらららら、あんですね、抗うことができない、え、あんですね、はい、もう一回もう一回、はい、この可愛い笑顔、可愛い、やむを得ず口を開こうと思ったその時だった、はいはい、あ横から突然ひょこっと男が現れたかと思うと、男は男性の腕を掴んで引き寄せ、煮物をパクリと食べてしまう、ほう、ん、煮物を口に入れた途端男はそう言って顔をしかめる、うん、あ、お、秀吉、左の青い着物の人が秀吉さん、超イケメンだけど秀吉でもちょっと猿っぽさあるね、猿だよね、うんうんうん、うまい、すぐに顔をほころばせ煮物を飲み込んだ、懐かしい味っていうの、あこれもかわいい、かわいい、家康さんも食べてみなよ、あ家康さんだった、おおすごい2人しかもストーリーが、うんいい声、はいいい声、え大丈夫って、男性は私の抱える御膳から一番上のものだけを取り奥座敷へ持っていく、毒味もしかしてあの人ニコニコしながら私の毒味すげー怖え戸惑っていると煮物を食べた男はたしなめるように言う、毒味とかしちゃダメだ、本当に優しい、優しい、優しい、秀吉さん優しい、優しいよ、女の子なんだから毒味とかしちゃダメだ本当に危ない時あるんだから、はいごめんなさいやっぱり私毒味のために使われそうになってたんだ、あのニコニコした人なかなかやりますね、すごいね、うん、なんかこうイケメンだから気を許しそうになるけど、そう優しい笑顔の奥に怖い、怖い、黒いぞ、腹黒系だ、やつに気を許すなでもかっこいいから許す、かっこいい、両手からの帰り道、あ、もうあのお手伝い終わって今自分の両手に書いてます、おっと、なるほど、これはあの恋愛する相手ではございません、大体活躍でやってくるお奉行様、ああ、ね、結婚しろって迫られてるらしいですね、顔がもうすごい、ね、見るからに、すごい、こんなに断られてるのに、世の中顔じゃないですけどね、そうですね、うん、ただなんかこの権力を振りかざして、うん、こう結婚をね言ってくるような人はダメですよ、うん、よくない、うん、ド M かド M だなおっと、お蹴飛ばされた、おお弟、弟やりよる、弟いい子だ、
やめ、仕事しろ。俺がいるうちは絶対姉ちゃんに近づかせはしないからな。かわいい。かわいい。ボイスはない。弟にはボイスない。弟はまあ恋愛対象じゃないからね、きっとね。このクソガキ。いるうちを。犬千代は声ないのかな。犬千代はなあ、終わった。なるほど、今の2話では秀吉様と、うん、家康様。なるほど、私家康様好きだな。わかる。ね、うん、ね、うん、ね、声もかっこいい、ね、いいよね、あのキャラいいね、いい、ニコニコしながらの腹黒キャラ、うんうん、はい、そんなわけで、はい、今回は序章の2話まで見たんですが、うん、あと3話あります、うん、でこの序章は全部無料で見れるので、しかもまだ出てきてない武将がたくさん出てくるので、うん、ぜひ皆さん見といてください、はい、あでも基本的に全部無料です、ね、あ基本的に全部無料ですね、うん、1日こうチケットで多分なんか見れる回数が決まってる、うん、ただ一気に全部見といて方は、うん、まあ大人の力を使えば見ることも可能です。そうですね、はい、はい、はい、そんなわけで、当日、時間をもう一回言うとき、あ、最初言ってなかったかな。時間を言っておきましょう。4月23日、はい、ゲーム祭り2日目でございます。2日目、はい、2日目の、2時から3時まで、お昼14時から、そうですね、15時まで、15時まで。こちら、私マミルトンとアチャリと、はい、ゲストにゆいさんを迎えて、こちらの3名でやっていきたいと思います。デレデレしまーす、デレデレしますでこのゲームに興味がある女性の方も、もうすでにやってて大好きだっていう女性の方も、もしくはこういう恋ゲーをやったことない男性も、うん、そうですね、うん、こうね女の子がどういうところにときめくのかな、そうそうそう、みたいなのを勉強になるかもしれない、うん、そうそうかもしれないもしくはこいつら楽しんでんなっていうこう、まあ、目で見ていただいても大丈夫です、わーって思いながら見ていただければいいんじゃないでしょうか、うん、でこのいろんな武将がいるので、まあ、それぞれ、ね、タイプは多分それぞれあると思うんで、うん、まあ、そういう女子トークなどを、そうですね、交えながら、はい、こちらの天下統一恋のランラブバラッドをプレイしていきたいなと思います、はい、ぜひ皆さん見てくださ ください。時間は、4月23日土曜日の2時から3時まで、14時から15時までとなっております、はい、ではまたその時間にお会いしましょう。さよなら。僕らがまだやっていないことがあります。釣りです。笹かまにして食べましょう。笹かまにして食べましょう。俺たちの笹かま。イエーイ。あんまじゃねえか。牛タン牛タン牛タンタン。あるぞ。一番。ベロ。牛タンのことベロベロ。やだよ、リュウナリさんさんして盛り上がってきた息白いなんで靴がもうビチョビチョ